東玄関カリフォルニア大学バークレー校、ハーススクールオブビジネスは、アメリカ合衆国のカリフォルニア大学バークレー校における、経営学を中心とした、教育機関、経営大学院。1883年に、カリフォルニア大学バークレー校の卒業生である、アーサー・ロジャースが商学部の設立を提言し、多数の政府関係者の協力のもと、1898年に、 アメリカ合衆国の公立学校で初めての小学部がカリフォルニア大学バークレー校に創設された。当初は当時のアメリカで主要産業であった農業に関するテーマを多く取り扱っていたが、アメリカの産業界が徐々に工業化していくに従い、小学部もその内容を変化した。1944年には正式な組織改編がなされ、小学部は ビジネススクールへと姿を変えた。MBA プログラムは1955年から開始され、翌年にはエグゼクティブ課程がスタートする。1989年にはディバイスの CEO を務めたウォルター・ A ・ハースの基金が振興者設立のための多額の寄付を行い、ビジネススクールはハースビジネススクールと名称を変更した。全日制 MBA プログラムでは、米国で トップ10の一行としての地位を確立している。また、定時制 MBA プログラムでは、US ニュースで全米第7位にランキングされた。グローバル MBA ランキング2017、ファイナンシャルタイムズから13位、US ニュースベストビジネススクール2016から7位、ザイコノミストフルタイム MBA ランキング2016から7位。ありがとうございます。